また、育児三32分マイナス34キリストによる、アシャの癒し、ギュスターブ・ドレガ、エクソシスムとは、ギリシア語で、原名によって追い出すことを意味し、この語はギリシア語約旧約聖書である、70人約聖書創世二24、3、誓い、第1列王二22時16分、命令、及び、新約聖書。 またイ福音書26、63、生きている神によって明治から取られている。日本語では一般に、エクソシズムと金書きされ、悪魔払い、または悪霊払いと訳されるが、カトリック教会のカテキズムの日本語版では、払いまと記されている。悪霊を追い払うことを指して使われる、ギリシア語のエグゾーキースモズは、おごそかに問いかけること、または勧告することといった。 意味の名詞である。動詞、エグゾーキースソは、制限を意味するホーコスの派生語であり、悪魔の概念詞の研究などで知られる、宗教史家ジェフリー・バートン・ラッセルによれば、元は、キリスト教ではなくギリシアの異教で用いられていた。この言葉は、中心より真剣にこう、祈るといった意味で用いられ、その本義は、誰かに向けておごそかに切実に呼びかけるである。 これには元より悪霊を追い出すといった意味は含まれておらず、非キリスト教徒のギリシア人にとっても、初期のキリスト教徒にとっても、悪しき者に対してだけでなく良き者に対する呼びかけにも適応し得る言葉であった。キリスト教においては、エクソシズムは、キリストの名のもとに悪霊を追い払うという形の、キリストへの間接的な祈りであり、三世紀頃までには、明確に、 行為の霊的権威の力を借りて人や者から、有害な霊を追い出す儀式を意味するようになった。聖書にイエス・キリストが悪霊を追い出した記事があり、キリスト教においてはエクソシズムが今日でも行われている。カトリック教会のエクソシズムは、除海の秘跡により、司祭に与えられた権能であるが、教会の判断により、エクソシストが任命されることがある。 宣礼式では悪魔を拒否するエクソシズムが行われ、性別の祈りにおいては悪しき力を排除する抗議のエクソシズムがなされる。悪霊に疲れた人に対して行われる教義のカトリックのエクソシズムは正義払いま式と呼ばれる。カトリック百科事典はカトリックのエクソシズムは民族宗教などの悪魔払いと異なり、迷信ではないとしている。 現代のプロテスタントの一部の教派で行われる悪霊追い出しも抗議のエクソシズムである。厳粛な儀礼や祈祷によって悪しき諸力を払い除したり、悪しき礼を駆逐するという意味での抗議のエクソシズムや類似の行為は古代より世界中の様々な社会において行われている。それらキリスト教以外の宗教文化での悪霊払いについては悪霊払い、悪魔払いを参照。 1630年のフランス王国中西部で、ルーダンの悪魔つきと呼ばれる事件が、女子修道院で発生し、修道所がエクソシズムを受けた結果、悪魔として、イエズスカイ氏のグランディエ教区司祭を名指ししたため、彼は家計に処された。しかし、その後も悪魔つきが続き、エクソシズムがなされていった。この事件をもとにオルダス・ハクスリーは、ルーダンの悪魔を書いている。 現代においても、エクソシズムを目的、または名目として、人を虐待したり死に至らしめる等の事件が起こっている。ルーマニアでは、2005年に、ルーマニア正教会の神父が、エクソシズムのために二層を貼り付けにするという殺人事件があった。西ドイツのアンネリーゼ・ミシェルの事件では、エクソシズムのために科学的医療行為を止めさせた結果、 アンネリーゼが死亡したとして、両親と神父が、過失致死罪で、有罪判決を受けた。この事件を元にした映画が、エミリー・ローズである。2010年、アフリカ、コンゴの首都近ンさでは、キリスト教原理主義を謳っていると伝えられる、信仰宗教団体による子供たちへのエクソシズムと、称する行為が問題となっている。ナイジェリアにおいても、近年、牧師を名乗る男や、 牧師の妻によって子供たちが魔女や黒魔術師と決めつけられ、エクソシズムとして火をつけられたり、釘を打ち込まれる等の虐待を受けたり、殺害されるという事件が起こっている。ありがとうございます。